エアフィルターのお手入れは6ヶ月に1回を目安に行ってください。お手入れの時は安定した踏み台を使用してください。完全に停止状態にするためリモコンの停止ボタンを3回押してください。気流パネルが最後まで閉じたことを確認し、電源プラグを抜きます。手前のくぼみに指をかけ引き出します。ほこりを掃除機で吸い取ります。エアフィルターの汚れがひどい場合は、エアフィルターの左右手前側を上に持ち上げ、フィルターボックスから外し、薄めた中性洗剤でつけ置き洗いをしてください。つけ置き洗いの後は、よくすすいで乾かしてください。最後に取り外したフィルターを取り付けます。お手入れ後、エアコンの運転を行う場合は、電源プラグを差し込んでください。